はたまちスクランブルナイト、ここからは加藤豊と、なんと、はたまちが夜のはたまちにやってきました、イエイエイ、街中レポートということで、はい、はたまちキララ前のビッグツリーの前でございます。めちゃめちゃ綺麗、そして今日は肌をかぶって、サンタモードになってますけれども、はい。プレゼントは何が欲しいんだっけ？ジェスチャーでお願い。だって。ビート板違う。泳がない。これね、ま、巻き寿司ですよ、きっと。巻き寿司か。はい。ということで、ちょっとさっき、焼き芋ブルレを食べた松林さん、行ってみたいと思います。はい、感想もね、絶対だから。金町行きましょう。ちなみに、片町、2022年はどんな年でした？歩きながらね。できる。うん、うん。おー、はいはいはい。うん、うん、うん。だって、木村さん、なんだって？いっぱい、いいことあったよ。いっぱいいいことあったよ。喜んでる。そうらしい。片町はいっぱいいいことがあったそうでございます。どんないいことがあったんだろう。いろんなもの食べた。美味しいもの食べて、違うな。エステ。脱毛？フェイシャル？パックしたの。なるほど。あ、ちょっとなんか男っぷりが上がった。美的感覚がアップしたというところがあるかもしれません。いや、片町、ちょっと今日は松林さんまで歩くよ。大丈夫？オッケー。さっきまではね、ちょっとあられが降ったりとか、みぞれが降ったりなんていう時間帯もあったんですけれども、この時間は雨は上がってます。ただ、若干寒い。寒いですね。寒いね。寒くない片町。片町は全然寒くないって。で、あとは、人がやっぱりね、多い。時に比べると、だいぶ人多くなりましたね。そうですね。うん。まあ、片町キララから、スクランブル交差点を経由して、松林さんに今から行こうと思ってるんですけれども、まもなく。そうなんです。でもやっぱりね、いつにも増して、今年の年末は街が楽しそう、うん、っていうのはあります。人もいっぱい出てる。で、片松が、もうちょっと前に出てくる。はい、ありがとうございます。片松2023年、やりたいことというか、どんな年にしたいというのがあります。今年はいっぱいいいことがあって、来年はさらに、あ、青になりました。片町のジェスチャーを読み取ることができないのが、片町少しスピード、危ないからなくて行こう。まだ大丈夫です。はい。まだ信号は青です。はい、ありがとうございます。やっぱ大人気です。ライブ配信で、片町っていうね、片町のキャラクターと一緒にちょっとお買い物に行きました。あ、本気な、そんな顔だね。めっちゃやる気ある、やる気満々だから、ね。ちなみに今日は何を買いに行ったの？いろいろ。あ、お土産。なるほど。お土産に使っていかれるということで。
ね、やっぱりここはもうね、間違いないもんね。綺麗になるとだいぶでラインアップが、そこと赤玉はね、あはい、さんのクリスマスのご予定は？クリスマスの、うん、ボートレース、はい、おお、ボートレース、ボートレース、美味しいモードフルとケーキを焼きしてある。なるほど。時間ないの。はい、僕はじゃあ24日、25日ともにバスケットボールの試合ですね。はい、覚えてます。あなんかそんなのもありましたけれども、もう戦いの日々でございます。お、あなるほど了解。はい。あどうもまたね。どうもすみません、先ほどはお邪魔しました。お忙しいところすみません。もうカニも売れちゃった。カニも売れてしまった。今日の予定は今日はなし。売り切れ。ちなみに焼き芋ブリュレの方は？焼き芋も1本ならできる。あと1本ですって、はい、もうさっき1本1本いただいたんで、これはもう皆さんにさらにいただきたい。これはもったいに。そう、焼き芋ブリュレって1日どれくらい数限定なんですか？その日によって変わる。週末は結構数もある、はい、なるほど。平日だけはそんなに多くはない。ああそうなのね。うん、いやでもね、限定だけあって会えたらラッキーね。週末はちょっと多めとチャンスもありそうなので、ぜひちょっと使ってもらいたいなという声もあるで、おすすめ今ここにあるラインナップで言ったらどれがおすすめかしら。結果1本もらっていいですか。じゃあちょっとね、お会計してるんで、高松市と木村さんとで結構集めるって。お会計舞台が参ります。ちょっと待っててください。ちょっとお忙しい。すみませんね、忙しいところで申し訳ない。はい、大丈夫です。はい、のりわさび巻き、花町はマスバヤオリジナル涙巻き。うん、ちょっと気になったみたい。すごい。はい。
のファンも一緒に食べられて、何したんでしたっけ？うなきゅう。うなきゅう。うなきゅうも買って、はい、大満足です。今年最後、スミスリにご褒美たっぷりもらいました。その後、じゃあスタジオで、ね、いただきましょう。うなきゅうです。はい、はい、さあ、ということで、松林さんの松林もゲットしましたんでね、これからスタジオを戻りたいと思います。以上、松中レポートでした。